ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響で世界的な高騰が続いている原油価格、トラックの燃料となる軽油も値上がりし先月の県内の平均小売価格は1リットル当たり133円と2年前に比べて50円近く高くなっています。津市に本社をを置き全国へ自動車部品などの運送を行っている 青山商店二役も大きな影響を受けています。うちもね、昭和時代にトラック乗っとったんですけども、大体七十円前後で、それでも高いなっていうこと言ってたんですけど、今まあ極端に言った倍ぐらいになっとるもんで、こうすると、運賃も倍にしてくれるかって、してくれない、<laughs> 逆に下がっとるもんで、かなり偉いかなと。このの運送会社では昨年度の燃料費が。 前の年度に比べておよそ1200万円増加しましまたアイドリングストップの徹底やドライバーが休憩する際にエンジンを切るなどの対策を取っていますが大きな経費削減にはつながっていません。 アイドリングストップという形で、ね、経費削減というふうなことをお願いすると、いや、こんな暑いでもえらちゃ無理やわとかね、まあ、せやなもう、もう頑張ってるえなとしか言えない状況で、こんだけ燃料高騰すると、もう削減できるところがないといとう形ですね荷主企業への値上げ交渉も難しく、国や自治体からの早急な支援が必要だといいます。 選挙でて来月ですけども、いや、今現状、本当に1分1秒でも早く下げてもらわんことにはあかんもんで、まあ、選挙を待っとるんじゃなくて、今の国会自体の状況で、なんとか早いとこ、燃料を下げてもらいたいというのが現状ですね。三重県トラック協会によりますと、燃料価格が1円上がると、トラック業界全体でおよそ150億円の負担が増えるということです。 物流の要として私たちの経済活動を支えるトラック業界事業者を守るため1日も早い対応が求められます